松尾の明は元日本放送制作部所属のディレクター。現職は日本映画放送編成制作部所属。神奈川県出身、東京大学教育学部卒業。学芸員の資格保有。卒業時に聴いていたラジオは日本放送のみという理由で1995年に入社。生き物係、吉岡清江のオールナイト日本では、 は、しさんと呼ばれていた。過去には、東大君、赤門松尾、松尾もない茶子ちゃんなどと呼ばれていた。また、深夜番組で、ディレクターがいない際、代理のディレクターを行っていた。最近では、ナインティナインのオールナイト日本で、ディレクターの角道秀人が入院している間、代理を務めた。そのため、ナインティナインからは、困った時の松尾 D と言われていた。 入社から2006年3月までは制作部のディレクターを務め、スポーツ部に移動。2009年6月から再び制作部に復帰したが、その後移動になり、現在は日本映画放送に出向したことが2014年7月24日の内々のオールナイトでの胸岡よ,よしき不在対応ネタで明らかになった。ラジオドラママイコ2010の登場人物、松尾のモデルになったこともある。 2007年9月結婚。結婚式にはかつて担当していた番組のパーソナリティのクリームシチュー、アイコ、ユズなどが駆けつけた。その時の来賓の人のスピーチが印象的だったため、クリームシチューのオールナイト日本やユズが出演したミュージックステーションでネタにされていた。2016年6月17日に一夜限りで復活したクリームシチューのオールナイト日本の冒頭にて、 離婚していたことが明らかになった。20年来の親友である石川昭人は前年の11月から離婚についての相談を受けており、実際に離婚したのは2016年の年明けだった。ありがとうございます。